ネウケンサウルスンコンソリスは、白亜紀後期、約8000万年前のアルゼンチンとウルグアイで、見つかっているサルタサウルス類の流脚類の属の一つ。化石は、名前の由来となっているネウケン川近くのシンコサルト下のアナクレト類草周辺の路頭で発見されている。N オーストラリスの復元骨格1893年、ライデッカーは、石椎都市市の要素に基づき、 ティタノサウルス・アウストラリスを命名した。その化石は、サンティアゴロスとロメロにより、ネウケン州のネウケン川で発見され、ライデッカーは単一の個体のものであると判断した。6つのオシーが、MLPDE1 から 6V-28 から1とナンバリングされ、その種のホロタイプとされた。それらはおそらくアナクレトルイソ相さんである。ティタノサウルス・アウストラリスとされた。 いくつかの要素は、1929年に、フリードリッヒ・フォンヒューネによって、ラプラタサウルス・アラウカニクスと改められた。同年、フォンヒューネは、ティタノサウルス・アウストラリスとされた、死死要素は誤りであるとし、その標本をティタノサウルス・ロブストスとして記載し直した。しかし、脊椎骨については、有意な差異は見出されなかった。ロブストゥス出記載時、フォンヒューネは、それが、 別族や別種とは全く考えなかった。1978年、4つのレコタイプが選ばれた。それらはそれぞれ、左上腕骨、両方の頭骨、左の尺骨である。1986年、ハイメ・パウエルは、ティタノサウルス・アウストラリスは、ティタノサウルス・インディクスにもラプラタサウルス・アラウカニクスにも似ていないと結論付け、ネウケンサウルスとして属を分けた。 しかしながら彼は、ネウケンサウルス・アウストラリスとエヌロブストゥスの記載論文を未発表のままにしたため、これらは無公明となった。1990年、この2種は、ジョン・マッキントッシュによりサルタサウルス属として記載されたが、見出された特徴は、属の分離を正当化するのに、十分な分類学的重要性を持たないとボナパルテによって指摘された。1992年、 パウエルは、ティタノサウルス・アウストラリスを、コンビネーションの場として、ネウケンサウルス・アウストラリスと再記載した。彼はまた、ティタノサウルス・ロブスティスが親族に分類可能である、ことに気づいたが、疑問名になることが明白だったので診断に足らないと、考えた。化石湖の恐竜は、走行上の川骨を備えていたと信じられている。小型竜脚類の一つで、 上腕骨は7 5トルしかない。パタゴニアの流脚類では最も完全に知られているものの一つである。加えて1893年にライデッカーによって発見された最初の化石は20世紀初頭までに採集された化石の代表でもある。2005年に良好に保存され部分的に関節した標本が記載され、未記載の追加の化石も 最近見つかっている。ネウケンサウルスはほぼ完全な骨格が見つかっている。保存された要素の中には肩甲骨がある。肩甲骨は関節球と一体化している。これはオピストコエリカウリアにも見られる特徴である。一般的な側面では肩甲骨はサルタサウルス、オピストコエリカウリア、リライノサウルス、及びアラモサウルスに似ている。 肩甲骨上部の輪郭は、ほぼ四角形であり、サルタサウルスとリライノサウルス、オピストコエリカウリア、ラペトサウルス、イシサウルスと、共通する。これらすべての属において丸い関節球が見られる。ネウケンサウルスと、他のティタノサウルス類を区別する特徴は多い。以下2010年のオテロによるリスト。ネウケンサウルスは、派生的なサルタサウルス類である。サルタサウルス、 ロカサウルス、ボナティタンに近縁で、それらと共に、サルタサウルス赤を構成する。ありがとうございます。